そのサービスは世界一と評されることもあるシンガポール航空では、近頃ファーストクラスのさらに上を行くスイートクラスの拡充を進めていて、このほど2020年の1月1日から東京成田シンガポール線でもシンガポール航空のスイートクラスのサービスが始まりました。往復の航空運賃は約100万円ということでした。私もまあそうそう乗る機会はないと思いますけれど、この度乗ってまいりましたので皆さんに共有できればと思っています。よろしくお願いします。本日は2020年の2月の3日、節分です。上野駅から京成電車のスカイライナーに乗りまして、もう間もなく成田空港に着きます。シンガポール航空は成田空港の第一ターミナルを利用することになっています。この日2月3日は中国ですでに新型のウイルスがはびこり始めていた時で、まだ日本に本格的に入ってきているようなタイミングではありませんでしたが、空港などはもうかなり警戒がなされていました。ほとんどの人がマスクを着用している状態、しかし外国人観光客などにはまだまだつけていない人が見られる。当時はそんな感じでしたね。さて、成田空港には北ウイングと南ウイングがありますので、まだ第1ターミナルと第2ターミナルのどっちから飛行機が出るかっていうだけじゃなくて、北と南のどっちへさらに進めばいいのかということも確認しておかなければいけません。どうもシンガポール航空は全日空と同じ南ウイングから出るようでした。ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスなど、まあいろいろ書いてあって、その列に並んで搭乗の手続きをするわけですが、初めて見ましたよこれ。スイーツをって書いてある。スイーツって読めばいいのかな。要するにスイートクラス。スイートクラスとファーストクラスは同じ飛行機に2つ設置されるということはないようで、まあ、実質ファーストクラスをスイートが置き換えているわけですが、これがその搭乗券です。すんごい立派ですね。まあ、実際搭乗券の紙の立派さは多分エコノミーと変わらないと思うんですけど、上のところにピチッと金色のラインが入っています。ファーストクラスはね、多分赤をイメージしてるんじゃないかなと思うんですが、スイートの場合はこういう色になるんですね。ちなみにスイートクラスというのはシンガポール航空だけで提供されているものです。スターアライアンスのゴールドトラックと書いてある、これは上級会員やファーストクラス、ビジネスクラスのお客さんが通る専用の優先保安検査場で、これもちろんスイートのお客さんも通ることができます。書いてないんですけどね、スイートはその上位ですから。ここへじゃあ行けばいいのかなと思ってスイートの搭乗券を提示して入っていったら、わざわざ別の専用のゲートのところを開けてもらって、で私一人だけそこで検査してもらいました。これいつもスイートのお客さんにやってるんですか、で空いてる時はなんかそういう風なことをする場合もありますよと教えてもらいました。まあ絶対やるサービスではないようですが、向こうに泊まっている超大型旅客機、世界で一番、そしてまた歴史上で一番大きい旅客機、エアバス A380 型の2階席の一番前の部分にシンガポール航空のスイートクラスは6席だけ備えてあります。あの窓の部分です。さて、これから旅の出発ということで、まあ、やっぱりこういうご時世ですから、海外感染症情報、外務省からの情報が示されています。出国した後でちょっと見てみることにしました。ところが意外や意外、最近発生している新型の肺炎ウイルスは特に出てきてないようでしたね。これなんでなのかなと思ったんですけど、まだ多分あまりにも情報が新しくて発表できることがなかったんでしょうかね。なんたって新型ですから。しかし全く何も発表がないとはちょっと意外なことでした。さて、搭乗券には You are invited to the ANA Suite Lounge と書いてあります。要するに、どうぞ出発まで ANA Suite Lounge でお過ごしくださいということです。空港の中を歩いているとあんなものを見つけました。あら今度 JAL の傘下として就航するらしい ZIPAIR という、なかなか攻めた LCC と聞いていますが、その飛行機ではないか。このね、乗ってみたいんですけども、今は訓練のために結構空港の中をうろうろしているそうです。さて、ただいま10時5分ですが、出発のちょうど1時間前、今回はさすがに早く来ましたよ。46番搭乗口の下まで来ました。じゃあまあラウンジでゆっくりということですが、さすが超大型飛行機というだけあって、乗り込む開始時刻も早いんですね。あと30分後には乗り込めるそうです。まあそれでも30分待ちますから、ちょっとラウンジにいることにします。上に上がりますと ANA スイートラウンジ、下はビジネス、プレミアムエコノミー用のラウンジ、 ANA ラウンジです。この辺については前に詳しく紹介しましたから、今回は簡単に触れるだけとします。シンガポール航空の制服を着たお姉さんがなんか立ってますけどね。シンガポール航空だけなぜあそこに女の人が立っているのかは不思議です。これはニューアーク空港とかでもそうだったんですけど、なんかシンガポール航空の女性ラウンジの横に立たされがちなんですよ。ラウンジからはこのように飛行機がかっこよく見えます。前に確かあれで乗りましたよね。あのフライングホヌのやつに乗った時もこっから確か出発した記憶ありますが、超大型旅客機に2つのボーディングブリッジが接続されています。成田空港でもこの超大型旅客機をどこにでも止められるということにはなっていないそうで、まあ、止められる場所に限りがあるので結構ね遠くなるそうです。空港の中を歩くことになります。
ところでスイートラウンジは極端に混んでいまして、ビジネスクラス用の普通のラウンジとですね、壁がつながっていたので、そこが臨時に開放されて、もしよければビジネスクラス用のラウンジ使っていただくことも、あ、そうですか、そっちの方が空いてるんならね、ビジネス用のラウンジの方が良くないですか。そんなに座席の質とか変わりませんし、メニューは、食べ物はちゃんとスイートラウンジの方から取ってくることができますんでね、毎度おなじみの豚骨ラーメン、それから ANA スイートラウンジと書いてあったこんなお菓子なんかももらってきました。まあそんなに別になんか大きな違いはないと思いますね、この2つのラウンジに。搭乗の時刻が近づきました。今10時33分頃です。私は井の一番に乗れるはずです。下へ降りていくと相当人が待っていました。まだこの時はね、出張とか旅行とかそこまで極端に自粛っていう雰囲気ではなかったですから、いろいろ人が並んでいますが、スイートの列だけは誰も並んでおらず、大量に人がいるところの脇へ私が真っ先にやっていくということになったわけですが、まだ搭乗の案内が始まっていない時に、あ、スイートのお客様ですが、それではどうぞお先にご搭乗くださいと言われて、すぐに案内がされました。ですから前にも後ろにも誰もいないという状態、これだけ大きい飛行機、大量のお客さんの中、先陣を切って一人で歩いていくというのは、これはなかなかない経験でした。スイートは2階の一番前についています。ですから2階の方へ上がりますが、ここから先はちょっと携帯電話で撮影しましたけどね、シンガポール航空はこういった YouTuber みたいな人も結構歓迎してくれるのだそうで、乗り込んで最初にまず挨拶をすることにしました。ウェルカムボーズ、そんなことを言われましたけどね、すいません、私こういう YouTube の動画撮影とかしてるんですけども、今回撮影させていただいてもよろしいでしょうか。あ、どうぞどうぞ、何でも撮ってってください、私たちもぜひ写してください。大変親切、びっくりしましたね。緑の制服を着たかなり偉い方らしいんですけども、キャビンアテンダントさんに様々な案内を受けます。座席にはいろんな機能がありますから、事細かに説明を受けなければ使いこなすことができないでしょう。ただここの棚のところは離陸滑走の時でも荷物を置いていただいて結構です。ただこれをちゃんとカチャッとやっておいてくださいねとかね、それからじゃあこちらの棚ハンガーがありますので上着をまずはお預かりしましょう。飛行機の上級席に乗ると最初にまず必ず上着を預かってくれます。わざわざハンガー取ってかけてくれるんですね。上着はしまってもらいました。さてそれからこちらお食事のメニューがございますが、お食事は懐石料理かもしくはインターナショナルな洋食があります。どちらにされますか。インターナショナル、やはりシンガポールの得意とする、まずはここで洋食をいただこうと思いました。ではシャンパンをお持ちしました。ドンペリニオンでよろしいでしょうか。ドンペリニオンという名前、私も聞いたことぐらいはある超有名なシャンパンですけども、これはボトル1本渡されました。もちろんこれは私が写真を撮るために置いてくれたのです。ところでスーツさん、ナッツにアレルギーがあると伺いましたけれども、どうしましょう。これからサティというものをお出しするんですが、そこピーナッツソースがかかるんですよね。ああ、じゃあ念のため抜いてもらっていいですか。そんな話もかなり丁寧にしてくれました。まだ飛行機は離陸までかなり時間があります。出発のまだ多分25分とかそれぐらい前ですからね。機内に入ると全ての確認が速やかに終わり、自由に機内を移すことができるようになります。まだ出発のこんな前だっていうのにね。まず上に荷物棚がないからすごく広く感じます。これは収納スペースがとても広いので、別に上に荷物棚をわざわざ設けなくていいというわけですね。それからこんな壁がありまして、いかにも動きそうですけれども、これがまたすごいですよ。下にも、ね、ベッドがこれ取り付けられているんですが、後でこれをガコンと取り出して眠ることができます。ドンペリニオンを初めて飲んでみました。まあ、全然シャンパンなんてファーストクラスに乗った時に飲むぐらいなんで味なんかわからないんですが、なんか美味しいような気がするなと思いましたね。まあそんぐらい十分じゃないですか。すいません、おしぼりをお持ちしました。これ確か2回目だったと思うんですけど、ちょっと熱いですからお気をつけくださいね。うん？よく聞こえなかったんですけど、あ、なるほど、確かに熱いですね。あははは。皆さんフレンドリーです。それからどうぞこちらにパジャマをご用意しましたので、あ、ではこの中に入れときますね。はい、すいません、よろしくお願いします。パジャマはですね、S サイズと M サイズがあるそうですが、私は M を注文したんですが、S サイズでどうも私のぐらいの小柄な体には十分だったようでした。ここは2階です。飛行機の中にやっぱり階段があるってないですね。ジャンボジェットもそうですけれど、特別な飛行機に乗っているという感じがします。その最前部です。この脇には大きな大きなトイレが2つ備わっています。こんな大きなトイレが世の中あるのかびっくりしましたけども、これすごかったですよ。どうぞこのトイレが自慢なんですよ。ご覧くださいと言われ、キャビンアテンダントさんが撮影のために様々案内してくださいました。まずこちらトイレの奥側を見てみてください。あーすごい広いトイレだ。エコノミークラスの何倍あるトイレでしょうかね。こんなトイレなら住んでもいいですよ。そんな話をしました。それからここにこういう風に、アメニティグッズが大量に入っており、この下のところも妙に広いですよね。なぜこんなにトイレを広く作る必要があるかと思ったんですが、まあ、後でもう一回入って中じっくり撮影しますけども、それからお隣のトイレもこれもいいんですよ。どうぞご覧になってください。
こっちの方がね、トイレとしては小さいんですけれども、ところがいいベンチがあります。このベンチとても座り心地がいいですよ。案内してもらいました。こちらにもアメニティがこんなにどっさり入っています。スイートのお客さんだけでは絶対に使い切ることができない量のアメニティです。座ってみてもいいですか？あ、これはいい座り心地ですね。この撮影をね、まだ離陸の前の、 あの暇な時間でやってくれるわけですよ。こんなずっと遊び回していいのかなと思ってたら本当に遊びでしたね。どうも私がこういうポーズをすると似合いません。中もね、こんな風にわざわざキャビンアテンダントさんがカメラマンの役まで買って出ていただいたんですが、だいたいこんな感じで私の客室はこのぐらいの広さ。すごくないですか？多分ね、エコノミークラスの8倍ぐらいあると思いますよ、広さ。これまたトイレにやってきましたが、こんな広いんだったらトイレにずっとこもってんのもありだなと思いましたけど、まあそれはね、やめときますが。トイレが服を着てるんですよ。そこら辺にあるトイレよりはるかに広いですからね。多分余ったスペースを活用してんだろうと思いますけど。この便は日本発着路線ということで、日本人の方が案内をすることもあります。まあこんな風に日本語の放送がかかっていましたが、日本人の方も出発の前に、本日は私ビジネスクラスに乗務しておりますので、もし何かありましたらお声掛けくださいと、そんな風にですね、日本人の方が私の元へキャビンアテンダントさんが挨拶にも来てくださいました。さて、今から機内の安全ビデオの方へ。この安全ビデオよくできてますね。見せてね、楽しいですよ。安全の案内をしながらシンガポール各地の名所を紹介してくれるということになっています。やっぱこういう面白いビデオを作って乗客にちゃんと見てもらうっていうのが安全対策として重要なんでしょうね。スイートの乗客用に特別の案内もなされていました。まあ、前にビジネスクラスに乗った時もビジネス用の特別な案内っていうのがあったんですが、スイートの案内はなんかもうそれをはるかに凌駕して随分長い案内が続きましたね。ここになんかこんなコントロールパネルがありますよと書いてあって、あ、なるほど、あるわ。これで様々なことが動かせるようになっています。この窓ボタンを押すと、窓ボタンを押してみよう。おお、座席が回る。窓側に座席が動きました。でも今から離陸するわけですから、ちょっとこれは窓側にやっておくと問題だと思います。飛行機ボタンを押すと、フライトモードっていうんですかね、離陸とか滑走とかをするとき向けの、座席の位置に戻ります。これはちょっと戻しておかないと飛行機が今から飛ぶんでね、これも問題ですよ。座席に窓向きのまんまで多分問題、まあベルトしとけば大丈夫なのかなと思いますけど。それからこのようなベッドがこれからできますよと案内があります。ライトセッティング、ライトの明るさも5段階ぐらいに調整できました。そんなに段階刻む必要あるかと思うんですが、刻まないよりは刻んだ方がいいですからね。これで明るさ調整です。さて、滑走路に出てきましたが、奥にはずらーりと飛行機が鈴なりになっています。今はもうね、コロナの関係で成田空港もガラガラになってんじゃないかと思いますが、この時はまだまだたくさん飛行機が飛んでいるような時期でした。オランダ航空とかユナイテッドとか全日空、ずらずら小粒が並んでるよ。まあ飛行機にはスイートなんかついてないけどなと思ってみたもん。まあそこまでは言いませんけども、近頃ではね、ファーストクラスを廃止してもうビジネスに統一するような航空会社が多い中で、むしろシンガポール航空はファーストを上方向に拡大するということをやっています。いやー、すごい数です。この時はね、そういうわけで出発もちょっと遅れ気味だったんですけれども、しかしやっぱスイートに乗っていれば出発が遅れても、まあ別にどうということはない。むしろ時間がかかればかかるほどいいんじゃないかという感じです。エンジンがうなりを上げてゆっくりゆっくり加速していきます。 A380 型史上最大の旅客機がゆっくり加速して、そしてこれが空に上がったらば、いよいよ夢の世界が本格的に始まるわけです。ここまでももうなんか現実離れしてますけどね、自分が乗っているものが飛行機であったということを忘れるぐらいです。本当に忘れますよ。これは時速おそらく200キロぐらいまで加速したと思いますが、そんなに速く感じません。やはり2階建ての飛行機だから、2階の部分から地面がちょっと遠いところから景色を見ると、いつもの飛行機の離陸とはだいぶ違って感じられるのです。これ一体いつぐらいになったら飛ぶのかな、そんなちょっといつ飛ぶのか分かんないな、そんなことを思いながらですね、景色を見ておりますと、どうも今飛び始めたようです。シンガポールまでの飛行時間はわずか7時間ほどとなっています。
17時間ぐらい飛んでくれてもいいんだけどね。早速飛び立って九十九里浜が左に見えました。だんだん実はトイレに行きたくなってきたんですが、さすがにスイートのお客さんでも勝手にトイレでベルトを外していくことはできませんからね。向こうに伊豆大島が見えています。早くトイレに行きたいな、トイレに行きたい。さっきもトイレに行ったんですけどね、シャンパンとかなんとか飲みすぎてどんどんトイレに行きたくなってきたのでした。おー、サンキュー。ベルトサインが消えてトイレに大急ぎで行った後、戻ってくると富士山が見えました。どうもあちらに富士山見えますよとキャビンアテンダントさんからですね、早速案内があり、その後に機長からの放送もありました。本日はなかなか独特な見え方をしてますね。笠雲が二重にかかっております。こういう見え方は珍しいんじゃないかと思いますね。まあ、静岡県民ほどではないですけれども、富士山は割と頻繁に見るんですが、上にだけ雲がかかっているというのは珍しい見え方です。その上をエアバス A380 の2つのエンジンに隠されます。まあ、こんな立派なエンジンが上を隠すんなら、まあそれはそれで富士山が見えなくなってもいいかなと思いました。さらにそこから引き続き日本列島の景色が見えてきます。多分中央アルプスか南アルプスかどっかそこら辺の景色ではないかと思います。白い山が連なります。今年は雪が随分少ないですね。まあその分雪が上の方だけについているから、様々景色の濃淡を楽しむことができて、飛行機の機装としては、随分見応えがあるのかなと思います。こんな部屋がですね、シンガポール航空のスイートは大体の場合6つ並んでいるらしいんですが、今からこの部屋を広くしますから、どうぞカメラのご用意をなさってください。これどういうことか、ここに今ロックがかかっているのが見えますけれど、これを今から取り外していただけるとのことです。それから女性のキャビンアテンダントさんはテーブルの紹介をしてくださいましたが、こんなに大きなテーブルがあるんですよ。うわ、大きいな。普通飛行機のテーブルってもっとちっちゃくて、まあ、そこに狭いところに頑張って機内食とかを置くわけですが、大きなゆとりのあるゆったり食事ができるテーブルです。そしてこちら、壁が一旦上に上がって下に降りました。これすごいな。これ何をしているのかと言いますと、シンガポール航空のスイートの売りなんですが、まあ、1つの個室になっていますが、2名で一緒に誰かと乗るという場合には2つの部屋を1つにつなげることができるようになっているのです。これは 1A 席と 2A 席、 1F 席と 2F 席をつなげることができるようになっているんですが、このようにですね、巨大な部屋が完成しまして、これ1人で利用して大人が空室の場合は、大体の場合1人でダブルベッド部屋を2つ分使わせてもらえるというサービスがあるんだそうです。これはもちろんお隣が運よく空いていればということですが、この時もスイートはガラッガラでした。もう日本人もね、行きも帰りも乗ってませんでしたので、このように好き勝手に遊ぶことができます。こんなクマちゃんを設置してもらいました。これは家にも今お土産として持って帰っていますけれど、シンガポール航空のスイートの乗客に配られるそうです。持って帰りたかったら持って帰る。それからどうぞビジネスもご案内します。ビジネスクラスを見せていただきました。これがシンガポール航空の最新型のビジネスクラスだそうです。私もビジネスは4回ぐらい乗ったことはあるんですけど、ただ全部旧型というかちょっと中間ぐらいのビジネスクラスでしたので、最新のビジネスはね、なんかもっと座り心地がふわっとしてなかなか良かったような気がしています。あんまり長くは座りませんでしたけど、どうもこういうグーみたいなポーズ、親指を立ててもね、あんまり私はかっこよく見えませんが、まあでも楽しそうに見えるでしょう。これも十分いいんですが、やっぱりスイートと比べると全然違う。まあ、ビジネスが昔のビジネスクラスよりもどんどん最近では良くなっているそうなので、そのさらに上に位置するクラスはもっと良くしなければということなんでしょうね。しかしこんなに広いものがあるとはね、本当びっくりとしか言わない。もうこの座席に座ってるだけでもこれも十分快適ですからね。もっと飛行機の中の映像とは全く思えないな。こんなに広い空間をよく用意して、スイートとかこんな広いもの作っても赤字になるんじゃないのかなというような気もするんですが、どうなんでしょうか。シンガポール航空はこれを多分おそらく、航空会社の看板として位置づけているはずです。これスリッパですけどね、スリッパもね、もう全く普通のスリッパとは違う使い捨てスリッパなのに、あのこのふわふわなのか、使い捨てっぽい素材ではあったんですけどね、紙とか使ってて、ちょっと信じられないな。こちら側にもまたスリッパ、これ鳥が4羽ビャーっとこう密集しているようなデザインになってますが、これはねシンガポール航空のスイートのロゴのようです。それからこんな靴下を私が家から入ってきたのを脱いでますが、シンガポール航空ではビジネスでもそうですけども、お客さんに靴下が配られて、機内ではこれに履き替えてゆったり過ごしてくださいねということになっています。足を伸ばしてこうぐるぐる回転するコンパスの針になった気分です。それからテレビというボタンがあって、押してみるとうわーっとびっくりしたんですが、こんな大きな液晶テレビがこちらに動きます。ちなみに今回私一人で使えるテレビがこのつなげた部屋に合計4台あります。こんなすごいものがね、今四国の上空ですけれど、そんなものを日々飛んでいるというのは本当にびっくりです。それでは全日空スイートラウンジの食事もほとんど手をつけず、お腹を空かせておくほど楽しみだったシンガポール航空スイートの機内食の時間です。
メニューを見ると、あ、この人がメニューを監修したシンガポール人かな、違いました、ヨシヒローズチョイスと書いてありまして、これ境界石とあるんですが、日本発着路線で出される境界石、すごいですね。異国の航空会社の中で境界石ですか、まあ、それもすごいなと思いましたけど、それは帰りの楽しみにとっておくことにしました。行きはやはりまずシンガポール航空の得意とするであろうインターナショナルのメニュー、洋食を出してもらいます。これ2人がかりでサービスするんだからすごいですよね。大きなテーブルをもう一度出してもらって、そして最初に出されるのはサティというものです。こんな串焼き、マレー風の焼き鳥ということでした。現地のマレーシアとかシンガポールとかの屋台を巡るとこういうものが出てくるらしいんですが、味もねすごいそれっぽい感じ、屋台を回ってるような気分になりましたよ。こういうスイートクラスとかの超上級席特有の食べ物ということはないと思いますが、食べるとシンガポールにもう到着したような気分になりました。味付けも独特のアジア風の味です。ところでこんな明るくライトで照らすことができるようになっていたようなので、じゃあこれはもうやっぱつけてもっと美味しそうに。そして到着しました、こちらはキャビアでございます。そしてじゃあパンもどうぞお好きなものを選びください。まずじゃあガーリックを一つ、どうですか、私がパン持ってる様子も撮ってみてくださいよ。それからこちら、じゃあもう一個はこの白パンにしますかね。私は全然キャビアとかの食べ方は知らないのでガーリックを選択した、まあ、ガーリックも美味しかったんですけども、しかしね普通のパンをここで選んどいたのが良かったなと思いました。いや美味しそうだ、これどうやって食べるのかな、全然食べ方は分かりません。飛行機のファーストクラスに乗るといろんな航空会社がキャビアを出すそうなんですが、この食べ方が最もスタンダードとされています。またシンガポール航空は基本的に飛行機の中で出されるキャビアの、食べ方として一番豪華ですね。これがね、缶でなってるんですけども、そのキャビアの缶丸ごと1個、そしてさらにこれはシャンパンです、クリュック。全日空のファーストクラスにこの間乗った時、全日空が看板としているシャンパンです。本当はウォッカをおすすめいただいたんですが、キャビアとはねなんかウォッカの方が合うらしいということなんですけども、しかし、まあ、ちょっとウォッカは強くて、もしも飲んだこともないそれを飲んで飛行機の中で酔っ払って頭がぼーっとしてしまったら、スイートを十分楽しみ尽くすことができなくてもったいないと思ったので、今回はシャンパンにしました。とりあえずこういう黒パンというかクラッカーというか、それの上に乗っけて食べてみまして、あ、美味しい、すごい美味しいなと思いましたけど、しかしね食べ方があるはずなんですよ。これはキャビアの食べ方がある、ファーストクラスの出されるキャビアの食べ方があるっていうのは私は知ってはいたんですけど、ただ食べ方そのものは知らなかったので、スイートのお客さんであれば使い放題の機内の Wi-Fi にて調べてみました。まず美味しいキャビアであるからそのまますくって食べりゃ十分だというこの食べ方も合ってるそうですが、その他にですね、この玉ねぎとそれからネギと2種類の卵、これを全部こう混ぜてですね、こうミックスするわけで、そこにキャビアも丁寧にほぐして全部を一つの塊に作り上げていきます。キャビアもかなり質のいいもので簡単にほぐれます。丁寧に丁寧に混ぜれば混ぜるほど美味しくなるそうです。いやー美味しそうだな、これ今自分で動画見せても美味しそうだと思うし、これやってる時も美味しそうだなと思ったし、実際すごく美味しかったですね。キャビアってのはなんか高級な食べ物なんだなぐらいでしたけど、食べてみるとねすごい美味しいなと。私高級な食べ物とそれから別にあの大衆的な食べ物とどっちも同じように美味しいと思うんで、別に高級であるからといってそんな素晴らしいことは、まあ、そこまでないよなという説をずっと持ってたんですけど、キャビアに関してはねこれ美味しいわ。レモン絞って、そしてこれで全部混ぜたものを上に乗っけて食べるわけです。本当に美味しかったですよ。これはもう私が少なくとも2020年に入ってから食べたものの中で一番美味しかった。素晴らしい、この輝き、ネギがちょっと落ちてしまいました。不慣れな点はお見苦しいですけれども、どうかお見思いこぼしいただければと思います。これもうずっとこれ意外とね、このキャビア缶詰のあの一つですからね、まあ、そんなに大きく感じないのかなと思われる方もいると思うんですけど、これ結構たくさんありまして、何度も何度もこのようなことを繰り返し繰り返し繰り返し、たっぷり口の中をキャビアでいっぱいにすることができました。もう十分な量でしたね、とても幸せ。シャンパンも飲んでいてファーストクラスの旅をしているという雰囲気になりました。実際にはファーストを上回るスイートです。キャビアがあまりにも美味しかったので、本当はねオリーブオイルをかけてパンを食べようと思ったんですけども、ほとんどその必要はなかったですね。そして次に持ってきていただいたのはチキンスープです。大変これも立派なもの、まあ、実は2種類あったんですが、他に裏メニューもありますよと言われて、こういうのもあるんですけどいかがですかと出していただきました。シャンパンのこれはサロンじゃなくて何でしたっけ、クリュックが下から泡がどんどん立ち上がってきます。
こんな大きいシャンパンのグラスに入ってね、このチキンスープも美味しかったです。鶏の出汁がたっぷりです。いや、うちでも毎日食べたいなと思いましたが、まあそれは無理でしょうね。こんな美味しいものを、全てにおいて今回出てきたものは美味しかったです。今空の上で飛んでいるということをやはり忘れがちです。飛行機の中にいるんですよね。飛行機は今沖縄県の北方を飛び越して、まあ、石垣島のちょっと北あたりですけれども、もうそろそろ台湾の上空へ至るというところ。次にこんなもう西洋画みたいな綺麗なサラダを出していただきました。上にはたっぷりまた独特のソースタレがかかっていますが、まあ、ドレッシングというべきか、これも美味しかったですよ。新鮮なサラダでね、シャキシャキでこんなにたっぷりあって、サラダってたくさんあるとなんか味が単調に感じて飽きたりするかもしれませんが、これも美味しい美味しいとバクバク食べているうちに知らぬ間にサラダが全部なくなっていたのでした。そしていよいよメニューのお料理です。あのキャビアだってすごいね。あれが前菜に過ぎないというんだから大したもんです。今度こちらは牛肉だったかな、牛フィレ肉のステーキと認識していますが、こんなに大きい出てくるんですね。牛フィレ肉っていうのはちょっと小さい料理っていうイメージがありますけど、それは値段が高いからでして、高級なフィレ肉であればたくさん出てきます。高級な場所ではね、すごい美味しかったですよ。これももう柔らかくて簡単に切れますしね。こんな贅沢な環境が世の中あるか。ファーストクラスに今まで何度も乗ってきましたが、普通にそれを上回っていました。それからじゃあ今私たちのデザートをお持ちしましたけども、デザートですね、最近新しいのが1個できましたんで、よろしければ2つお召し上がりください。まずこちらは通常版のデザートです。アイスクリームとガトーショコラ、いちごが乗っています。そしてこちらがなんか新作のデザートで、まだ今試験的に出しているということなんですけども、まずこっちのデザートを食べてみましたが、これがね意外と美味しい。紫芋みたいな味がするのかなと、見た目より美味しかった。それからこちら、フルーツも持ってきていただいたんですが、まあ、ところが私はちょっともうフルーツはもうお腹いっぱいだなと思って、そこはね遠慮することにしまして、最後食後にチーズがあります。フランス料理では食後にチーズを食べるのが一般的だそうです。私はあんまりチーズを食べる習慣というのはないんですけども、これを食べることによって、消化が良くなるらしいんですね。だからまあとりあえず食べておくことにしました。チーズは私そんなに好物ではなかったけど、でもねブロチーズ、これは美味しいと思いました。カビの生えたチーズです。食事は全部終わりました。夢のようなお食事でした。全部しまっていただいた後、さらにこれ、チョコレートですね。このチョコレートも水筒用のチョコレートみたいですけど美味しかったですよ。シャンパンもちょっと飲み残してしまいましたが片付けていただきまして、その後はじゃあベッドをご用意します。シングルとダブルとどちらがよろしいですか。すみません、じゃあ悪いけどダブルでお願いします。ダブルベッドを作っていただきました。これすごいですよね。このようにバタンと取り出すわけですが、大きなベッドを2人がかりで作っていただいて、結構大変な面倒くさい作業なんじゃないかと思いますが、どうぞしっかりカメラで撮ってください。2人出てきて忙しそうです、まあ、6時間7時間ぐらいですから、ちょっと昼寝するだけなんですけどね。それでもこんな立派なものを作っていただきます。自分が王様になったような気分です。まあここでおごり高ぶっちゃいけないと思いますが、世の中こんな空間があるのかとびっくりしました。これね、往復100万円でこのサービス受けられるなら、ね、普通に安いと思うんですよね。全日空のファーストとか JAL のファーストの3倍ぐらい広さもあるような気がしますしね。あ、こんなに贅沢な環境を作っちゃっていいんだろうかと本当に不思議に思ったものです。立派なダブルベッドにゴロゴロ寝転がって、一人当たり4枚もの窓を操作することができるようになっています。まあこれはお客さんが隣にいないからですけども、ああ、全く飛行機の中の景色とは思えない。なお本日のスイートクラスの搭乗客はお姉さんが1名、お兄さんが1名の合計2名でした。また2番の A 席ではテナガザルが運搬されていました。極上のベッドの寝心地、シンガポール航空のキャビンアテンダントの方がクマちゃんをベッドに寝かしつけてくれていましたので、このように一緒に寝ることにしました。これバタンと壁から取り出すタイプのベッドですから、そんなに分厚くはないはずなんですけど、その割には妙に寝心地が良かったですね。これで2時間ほど眠りました。皆様、機内ではご予定をくつろぎいただけましたでしょうか。はい、もちろんでございます。残すところあと約40分ほどの飛行となりました。あと40分しかないの。東京はこれより徐々に高度を下げ着陸態勢と入ってまいります。ご参考までに日本とシンガポールの間には1時間の時差があり、ただいまの到着地シンガポール着陸の時刻は2月3日月曜日午後5時15分でございます。到着地には
着する見込みでございます。到着地の天候は曇り、気温は摂氏30度と報じられております。では到着の前にまた何か飲み物をいかがですか。じゃあそうですね、これ紅茶をお持ちいただけますか。アイスティーを持ってきていただきました。アイスティーとそれからチョコレートは1個残しておいたやつですが、このアイスティーもなんか中がちょっと濁っててね、でも渋いとかそんな味はしなかったですよ。こう随分上質な感じがしましたけど、不思議な食べ物だった。それからこれですね、シンガポール名物ドラッグを持ち込んだやつは問答無用、ぶち殺す。まあそんなもん別に持ってきてないに問題はないわけですが、美味しいお茶だった。どうやって作ってるんでしょうかね。眼下にマレーシアの街並みが広がります。シンガポールは本当に小さな小さな島国ですから、着陸直前まで見えている景色は基本的にマレーシアです。ついにやってきましたシンガポール。大きなビル群が並んで大変立派なところですが、その手前にまず海を埋め尽くすようにうごめく貨物船、これがすごい数ですね。シンガポールの港は世界で第2番目の貨物の取扱量となっていまして、横浜港の12倍もの量があるそうです。これはシンガポールでもほぼ唯一の鉄道 MRT 地下鉄の車両基地かな。随分いいものが見えるな。こんなこと思っていたら、飛行機はシンガポールチャンギ空港に着陸しました。チャンギ空港には大型の飛行機がたくさんやってきます。カンタス航空も2階建ての A380 型。シンガポール航空は本当に大型の飛行機をたくさん持ってきていて、こんな小さな国なのにね、いろんなところへ飛行機を飛ばして大したもんだなと思います。外からお客さんを呼び込むということが国の使命として重視されているし、それからまたシンガポールをいろんな人に経由してもらおうという作戦を立てて、それがまた功を奏しているようです。シンガポール航空の塗装もかっこいいですよね。さて、いよいよ到着しまして、降りる前、こんな広い部屋ですからね、忘れ物ないように徹底的に確認して、まあ、あとゴミ拾いなどもしてですね。そして、じゃあどうもありがとうございました、はい、どうぞここからもお気をつけて、そんな挨拶を受け、今チャンギ空港に降り立ちました。スイートのお客さんだけが真っ先に降りていき、ビジネスの人たちと一緒になるということはありませんでした。空港のコンコースというのかな、歩いていますと、こんなカメラが設置されていて、これで乗客の体温を測っているようです。体温の高めの乗客は捕まえられるようでした。入国審査のところ、まだ早いうちに降りてきましたから他のお客さんはいません。行きのフライトではパジャマは使えませんでした。スーベニアとして持って帰っていいですか。あ、どうぞどうぞ持って帰ってください。そのままこんな立派な袋に入れてもらってですね、これでまた帰りの飛行機でずっと持って帰ろうと思います。さて、せっかくチャンギ空港に着きましたので、ジュエルに立ち寄ろうと思います。ここはショッピングセンターで買い物は何もしませんが、そのシンボルたる滝、これはもうシンガポールの一つの名物として、なんならマーライオンよりこれの方がすごいんじゃないかと思いますんでね、ぜひこれは見ておくべきです。また空港のターミナル同士を移動するなんとかトレインという列車が通ってるんですけども、それがここのところだけ露骨にゆっくり走ってね、どうだとばかりの見せ方です。大勢の人たちがここで観光気分ですが、今はもうそんな状態じゃないんでしょうね。その辺を見終わりますと、じゃあターミナルからタクシーに乗って出発。しかし今回のテーマはもうとにかく金を使いまくる旅行と考えておりましたので、普通のタクシーではなく特別なタクシーを利用することにしました。リムジンと書いてありますけども、呼んでやってきたのはベンツの S クラスですよね。これすごいいい車だと思いますよ。高そうなやつが来たな。運転手さん、どうぞどうぞ写真一緒に撮りますか。ちょっと撮ってもらいました。運転手さんの英語はいわゆるシングリッシュというやつで、中国風になまっていたから何を言ってるのかは結構聞き取りづらいものでした。また私の英語もちゃんとした発音をしてませんので、運転手さんに聞き取りづらかったと思いますから、お互いに会話難儀しましたが、しかしはっきりとこのように案内してくれました。今お客様が向かっているマリーナベイサンズですけど、これ行くのすごい簡単なんですよ。高速道路をまっすぐ行って途中1回曲がるだけです。そんなに簡単に行けちゃうんですか。シンガポールの街の中心部まで高速道路が空港から伸びていて、でそこからもうほんと街の中心にあるマリーナベイサンズまでのアクセスは大変手軽なようです。右側は立派なダウンタウン、その対岸にあるマリーナベイサンズは今度横浜とかね、和歌山ですか、そこら辺にも作られるという IR という複合型リゾート施設の象徴のようなものです。これ上側には中国風の飾り付けがしてありますが、本日2月の3日は中国の春節の時期に入っているから、その飾りをしているわけですね。ところが中国人のほとんどはもう当時入国拒否ということになっていましたので、入ることはできなかったんじゃないかと思います。立派なチェックインのゲートを通って、これがそのホテルの中、本日はこのスイートルームに泊まることになっています。スイートルームに入ってみましたけどね、なんでこれ、部屋に入ったら最初にまずカーテンを開けるんですか。
天井の高さももう信じられないほどでしたけれど、なんじゃこりゃという感じ。これがシンガポールの自慢の夜景です。頑張って小さなアジアの島国がこんなに立派になりました。日本人としてもこのシンガポールという国の成り立ちと発展の具合には共感するようなところが多いと思います。先ほど紹介したジュエルとかシンガポール航空のスイートクラス、それから明日訪れる場所などを通じて皆さんに少々シンガポールの国のことについて知っていただければ幸いと思っています。上のあたりがせり出しているこのビルは真下まで景色を楽しむことができるようになっています。ちょっと怖いですけどね、天井も恐ろしい高さだしな。ちなみに今回泊まったスイートルームの宿泊代は1泊で約14万円ほどです。シンガポール航空のスイートに比べれば安いですかね。入り口からまず入ると人が2人ぐらい寝られそうな巨大なソファーがあり、これだけでも随分すごいもんだなと思いますが、この奥行きのこの広さですよ。左側にはこんな会議ができそうな円卓があります。これもまたなんかこれ講和条約でも締結できちゃうんじゃないかなって気がしますけど、実際にはもうちょっと大きいテーブル使うんでしょうけどね。左奥には空っぽのタンス、まあスイートルームってのはもともと人が住むことを考えて作っているそうですから、タンスなどもあるんでしょう。立派な内装ですよ。もうこれだけで普通のホテルの内装ぐらいありますよね多分。それからこちら、この立派な、これもまた棚、基本的に棚がものすごい数。コーヒーなどはタダで飲むことができるようになっていますが、水以外の飲み物はあとは有料だったかと思います。左側にもこれまた4人分の大量のクローゼット、こんなクローゼットルームだけでまた普通のホテルぐらいの大きさがあるわけです。バスローブが2つしか設置されていないことからも分かるように、この部屋の定員は基本的に2名となっています。たった2人でこんな広い部屋を使うのがびっくりです。これまあ私はたった1人で使ってるわけですけど、ここにね長期滞在をするという人がまあ想定されているということが一番すごいと思います。それからこちらは、これなんだかわかるとは思うんですけど、これお風呂ですけどねお風呂ってこんなに広く作るもんなんですか、もう全くの謎ですが、立派なバスタブがあって、ここだけは普通の大きさになっている。これがまた大変不思議でしたけどね。あまりに大きな風呂を作ってしまうとお湯を溜めるのも大変ですから、このぐらいがいいんだと思います。これもまた2つの大きな流しがあって、こちらまずは左側から、こっちはねシャワー室です。シャワー室とバスタブは別々に設けられているんですよ。バスタブでもシャワーを浴びることができるようになっていたみたいですけど、もう不思議だ、何が何なのかよくわからない。そしてこちらはトイレ、トイレはさすがに1つしかなかったですね。トイレ2つあるんじゃないかなと思ったんですけど、どこをどう見てもすごいですが、これでまだベッドルームことの本題までは至っていません。でこちらがですね、いよいよそのベッドですけども、まあ当然のごとく巨大なベッド、上に私の脱いだ靴下が散らかしてありますんで、これはちょっと取るところにしましたが、これだけでも相当立派な部屋なのにね、もう何が何だか全くわからない。それからこちら、部屋の3箇所ぐらいにこれがありましたかね、タオルアートというのかな、タオルで作ったゾウさんと、脇にいるのは何でしょうか、小僧でしょうかね。ここに私が小規模に散らかしてある荷物がありますけど、もう広すぎて本当に何が何やらよくわからない。部屋の中で運動ができそうでしたよ。この映像を見ていただければわかると思います。もうなんでこんなに大きな天井の高い部屋を作るのか、まあ、スイートルームだから高級な部屋だからです。ベッドも当然のごとくふかふかのんびりできますよ。ホテルの映像とは思えないですよね。なんかどっかのロビーにいるんじゃないかみたいな気分ですが、このマリーナベイサンズの売りは一番上の階にある宿泊客しか入ることのできないプール、インフィニティプールです。これは別にスイートもそれから普通の、マリーナベイサンズの普通客室のお客さんも、まあ、変わらず利用するということになるんですけども、あまりお客さんはこの時期はいませんでしたね。やっぱり冬だからでしょうか、休暇のシーズンでもないし閑散期ということで大変空いていましたが、シンガポールの夜風を浴びてちょっとやっぱり涼しい。夜はね25度ぐらいまで気温が下がるようです。だからみんな寒い中で頑張ってプールに入っているようでした。まあ、私はこのベンチの上でゴロゴロしていただけですけど、でも十分リゾートという気分を味わいました。沈没していたわけではないですよ。すごい景色だ本当に。大学の終わりにこんなすごいことできて、なんかこれは思い出になったのは、さすがにラグジュアリーを極めたところがありますからね。ラグジュアリーなんて言葉は普段使うことはないわけですが、ちょっとふざけてこんな記念写真なども撮ってみました。ちなみにこの上級フロアに泊まっている人はクラブフロアといって、普通の人が立ち入ることはできない、一般の客室の人は立ち入ることのできないバーなどを利用することができるようになっています。まあ、せっかくあるなら利用しようと思いました。本物のろうそくが灯っていてびっくりしましたね。どうせこんな大体の場合電球なんですけど、
これはシンガポールスリングというやつで、この先にシンガポールで一番歴史のあるホテルだと思います、イギリスの植民地時代に建てられたラッフルズホテルというのがあるんですが、そこで作られたメニューで、作り方はなんか公開されてるのか、こんな風にね、どこでも飲むことができるようになっています。シンガポール航空の中でも飲むことができる名物のお酒なんだそうです。それからこれは夕飯です、夕飯はこのぐらいの量で今回は十分かなと思いました。もうシンガポール航空の中でたっぷり食べましたからね。これまたこんなラーメンみたいなやつですが美味しかった。シンガポールはやっぱり中国人の移民が多いということで、中国風の料理もたくさん味わえてですね、中華料理の美味しいところでもあります。本当にすごい綺麗な景色だった。この夜景にも合いますね。そしてまた自分の部屋に戻ってきました。今日はだいたいこれぐらいで終わろうと思います。今日はラグジュアリーな面だけをひたすら楽しむことにしました。いや本当に異質な環境だった。夜景も明かりを消した瞬間に部屋の中へ飛び込んできます。それでは本日はこのぐらいにしまして、また明日。はい、おはようございます。おはようございます。本日は2020年の2月の4日、現地時間でただいま午前8時30分です。昨日の夜より車は随分増えました。朝の通勤ラッシュですね。遠くにダウンタウンの中心部へ向かうところならすごい、あれ4車線の一通ですか、それであんなにうごめいていますよ。忙しいのは自動車だけではありません。港の方も見てみるとものすごい数の船が集まってきています。昨日もそうでしたけれど、このスイートルームでは港側の景色と高層ビル群側の景色両方を楽しむことができるようになっています。マリーナベイサンズは大体の場合どちらか選ばなければいけないんですけどね。朝の涼やかなプールの脇を通り抜けます。ちょっと寒かったんじゃないかと思いますよ。気温は27度ぐらいでしたからね。そしてビル群を眺めながら、昨日の夜バーとして営業していたクラブフロアで朝ごはん。バイキング形式なんで自分で取りに行くんですが、新聞を持ってきてくれました。日経新聞の現地版、アジア版ということですけど、まだこの時は新型肺炎のウイルスも対岸の火事っていう感じでしたよね。これがどんどん日本に近づいてくるのはもう少し後のことでした。飲み物が多分アルコールはなかったんじゃないかと思いますけれど、とりあえず何でも持ってきてくれるようでしたので、私はアイスティーを注文しました。ガムシロップをたっぷり持ってきてくれました。全部入れたら極端に甘くなってしまいました。それからバイキングこれですが、サーモンの照り焼き、それからあとはイングリッシュブレックファーストっていうのかな、そういったものを作れるようなセットが並んでいて、こんな感じでもらってきました。野菜はちょっと少なめでしたけどね。このカリカリベーコンと、それからやっぱりサーモンの照り焼きは美味しかったけど、日本ではあまり食べなさそうなメニューでもありました。そしてご飯、ちゃんとねいい具合にご飯が置いてあったんですけど、日本人の従業員の方もこのマリーナベイサンズにはいるということでしたが、どうなんですかね、ご飯もなんかもしかしたらちゃんと日本人好みに調整してくれてるのかな。日本人が食べているのも結構見ました。そして朝ごはんを食べて2時間ほどしてチェックアウトをしました。今回は一泊旅行ということです。シンガポールはね一泊でも普通に楽しめると思いますよ。そんなに大きいところではありませんから、移動時間は長めになりますが、今回は移動が一番の目的でもありますしね。ただ帰りの飛行機は23時55分発だったと思いますが、まだ時間があるので、まずは最初マリーナベイサンズの周りを回ることにしました。私が泊まっていたのがこの第3ビルの一番右上のところ。いや大きな建物ですね。それからカジノなどもありました、全然お金をかけるということはしなかったんですけども、タワーで飲み物が飲めるということだったから無料のドリンクバーを飲んできました。中を撮影することはできません。立派な川が流れていて、It's a small world みたいなやつがあります。これはショッピングモールがマリーナベイサンズの下にあるんで、それをちょっと回ってみたんですけども、買い物とかはやはりまた特にしておりません。でも随分人が少なかったですね。春節の時期なのに中国人観光客が随分少なかったです。そしてまた普通の観光客も随分減っていたようですね。ビジネス客はまだまだいましたか。この中にある TWG という喫茶店でちょっとお茶と簡単な食事をすることにしました。この TWG というのは1837と書いてありますけれど、実際に1837年から存在していたブランドというわけではなく、シンガポールで紅茶の取引が始まった年をここに書いているだけなんだそうです。紅茶って結構ブランド性に歴史が重視されるらしいんですけど、これはちょっと問題なんじゃないかと。香港の裁判所では、確かねこれ1837という表記はやめろみたいな、そういう判決というか審判みたいなのが出たんじゃなかったかなと思っていますが、ともかく出てきたこれはとても美味しいものです。とても歴史を感じる、確か始めてから十数年の歴史があったかと思いますけどね。そんなお茶を楽しみました。味はとても美味しかったですよ。さてそしてずっとマリーナベイサンズ周辺にいても、ただ大都会だなと感じるだけなので、タクシーに乗ってしばらく中心部を外れて走ることにしました。30分ぐらいここから確か乗ったかと思います。ちなみに乗った自動車はトヨタアルファードでした。結構高級な車に入ると思います。連れてきてもらったのはこういうところです。
フォード工場という、まあ、現在は自動車を作る工場にはなっていないんですが、かつてここで自動車を製造していたそうです。今からおよそ80年前、日本とシンガポールはお互いに戦争していました。正確に言えば、当時シンガポールを植民地支配していたイギリスと日本が太平洋戦争で戦っていました。ここ旧フォード工場はそのシンガポールの戦い終結の地であります。1941年の12月の8日、イギリス領マレーに日本軍が上陸したことによって始められた太平洋戦争のマレー作戦は、最終的な目標をシンガポールと定めていました。シンガポールはもともとイギリスが開発した貿易拠点の一大都市でしたが、第一次世界大戦が終わった後あたりからは特に海上要塞としての性格が強まり、これは日本軍にとって脅威になっていましたから、それを叩きたいという考えがあったようです。もともと日本軍は大東亜共栄圏を作り、西洋人の植民地支配に覆われたアジアを全て解放するということを銘打っていました。この博物館の展示によれば、多分私の読みは間違ってないと思うんですけど、大東亜共栄圏なる概念は単に帝国主義的に南方へ日本が進出する名目を作ったに過ぎないと書かれていました。さて、これは展示されていた多分当時日本で配っていたというか、まあ売ってた雑誌だと思うんですけども、読んでみましょうね。右から読みます。極東の敵性基地シンガポール素描、英国の極東要塞シンガポール。熱帯の都シンガポールは現在の米国にとっては工業的になくてはならぬ都であり、現在英国の最も強力な要塞とも言うべきところである。海軍基地は大きいが海軍力は弱い。日本が当時シンガポールをどのように捉えていたか、そしてどのように戦争を進めていたかなど、詳しく展示がなされていました。天井にはたくさんの新聞記事が展示してあります。シンガポールは今戦いの最中にあると書いているのはロサンゼルスの新聞社のようです。イギリスはジャップの降伏要求を拒んでいる。ジャップというのはご存知と思いますが、我々日本人のことを差別的に呼ぶ英語での言い方です。日本軍は年の明けた1942年のどうも2月の7日からシンガポールへの攻撃を本格的に開始したようで、それから1週間後にシンガポールは陥落したのですが、これがシンガポールの地図でして、南のあたり赤いところの一番下の部分が今マリーナベイサンズなどが立っているあたり、当時の朝日新聞の記事です。戦闘中の様子、各方面空陸相呼応し海戦雷の大激戦展開、敵を貯水池周辺に延縮というもんですかね、シンガポールに死産決我の大殲滅戦。これは戦いの終結の少し前の、2月の12日午前0時20分の大本営発表ですが、シンガポールと要塞を交換中なる帝国陸軍部隊は昨11日プキテマ方面より敵地に深くシンガポール市街に入って、まあ要するにもう勝利目前であるらしいことがここに書かれています。これまた雑誌ですが、当時の上陸をする日本陸軍ですかね、決死的敵前上陸と書いてありますが、有刺鉄線をくぐって都へ旗絵の敵鉄条網を越えてシンガポール島に歴史的な敵前上陸をする我が皇軍とあります。当時シンガポールの海岸はこんな風になっていたんですね。敵降伏勧告に応ぜず皇軍市内総攻撃開始、安全地域で入場待て皇軍救いの手の便、シンガポール市民に次ぐ山下最高指揮官の布告です。この南方マレー作戦を指揮していた山下智之陸軍中将は今の日本の歴史でも大変有名な人物です。そして2月の15日水が用意できなかったことが理由らしいんですが、ついにイギリス軍は降伏をすることを決めました。それがここフォード工場です。左側に鉄兜が置いてあって、ここに陸軍中将山下さんが座り、右側にはイギリスの指揮官の人が座ったそうです。でここに来て今奥の画面に映っているこれが山下中将ですが、イエスかノーかどちらかはっきり教えなさいというふうに迫り、降伏の文書に調印をさせたという話が伝わっています。それが有名な太平洋戦争の歴史の中でも有名なイエスかノーかという言葉でここで繰り広げられたということなんですが、ただ実際には結論がよくわからないので、とりあえずイエスかノーか最初に教えてもらってもいいですかみたいな話の流れだったという話が伝わってもいるようです。ここに当時の地図が置いてあります。これ読売新聞に保存されているものらしいんですが、見るとこのように湘南島と書いてあります。日本の占領統治下に置かれるようになってシンガポールという名前は使われなくなり、ここを湘南島、そしてシンガポール市は湘南特別市という自治体に改められることになりました。もちろん日本語が使われています。だから湘南島と漢字で書くわけです。ビカミング湘南とあります。シンガポールでは占領統治時代のことを湘南と呼ぶそうです。当時のことについてはたくさん表記がありましたが、一番衝撃的だったのは
憲兵隊に対してしっかりとお辞儀をしなければならなかった、そうでなければ最悪の場合殺されたということが書いてありました。またここにニッポニゼーションとありますが、要するに公民化計画のことだと思うんですけど、日本人とシンガポール人と同じように教育をしていく、だから日本語を教え込んだり日本人の精神を教え込んだりということが行われましたと書いてあります。ちなみにシンガポールはもともとイギリス本国とか、さまざまな他の植民地からの輸入によって、国を運営していたんですが、自給自足をしろと、日本に言われるようになりまして、それからは、外国とかからの輸入ができなくなりましたので、かなり大変な暮らしになったそうです。これが当時の身分証明書です。日本語が書いてあって、それはもちろん日本に占領統治されるようになったんだからそうでしょうけど、確かにここは日本人によって占領統治されていた時代があったのだと、こういうのを見ると特に思わされます。湘南特別市厚生課長。左側はモットーと書いてありますが、この英語で書いてあるのは要するにメッシ暴行をしろという内容です。要約すれば。国語読本とありますのは、要するに日本語の教科書。軍政幹部国語学校編とあって、軍政が敷かれていたということがよくわかります。パソコンのローマ字を打ちをするときに私も練習しました。こんな表記とかね。それから当時のシンガポールの暮らしをまた紹介した雑誌。多分これ一つの雑誌にまとめられてたんじゃないかと思うんですが。マライとなった戦前のマレーは、米英流植民政策の典型的な植民地と言われていた。英国統治時代の財政を見ると、人件費や自己本位の衛生費などに歳出のほとんど全部を当てて、住民の福祉などは全く考慮していない。儲け一丁張りの商業政治が住民の骨の髄までしゃぶろうとしていたのである。湘南及びマラッカなどに見られる豪奢な病院も決して住民のものなどではなく、ただ世界に対するイギリスの文化的な見せかけに過ぎなかった。ところが現在はどうだろう。あらゆる医療設備は実質的に現地の住民に開放され、優秀を誇る日本の医学人が現地人の協力のもとに鉄壁の防疫体制を整えている。ここにも大東亜戦争の真意が十分伺われ、アジアは戦争とともに、また建設の進むにつれ、完全にアジア人の手に帰する日が近づいているのだ。ここに並んでいるのは、多分日本の政府機関の下で働くことになったシンガポール人たちの訓練風景だと思いますが、湘南講和訓練所の猛訓練続く。彼らもまた日本人、現地の管理として正しい日本精神を体得させたい。マレー軍部教育班では、現地人青年の管理養成訓練のため、5月15日、湘南講和訓練所を開いた。熱心な指導と真摯な訓練生の精進がぴったり呼吸があって、3ヶ月間合宿訓練の3分の2を過ぎたこの頃では、訓練生が立派な日本人として見違えるばかりのたくましさである。第1回入所生は、湘南市及びマレー各州より選抜されたインド、マレー、中国人等将来性のある者80名が、日本人管理の指導下に、精神、事務、軍事、日本語等の南方建設の必要な知識と規律の体得に励んでいる。日本語の覚え方も目覚ましい。鬼ヶ島に鬼退治、カタカナならもうスラスラ書ける。こういうふうに外国人に日本語を教え込む写真っていうのは、多分皆さんも一度は見たんじゃないかと思います。教科書に載ってますよね。紙一段活用動詞っていうのも中学生の時やりましたけど、やっぱ外国人もこれで日本語を勉強するんですね。まあそうだろうと思いますが、難しいでしょうね。日本語成績証明書、すごいいい点を取っているようですが、多分今のトイックみたいなもんだと思います。これによって働き口が左右されたりもしたんじゃないでしょうか。さて次の展示コーナー、支配中に、卵1ダスの値段がどれだけ変わったか展示しています。箱を開けて見てみてください。1942年の占領統治の開始から1945年の終戦まで値段の変化がありました。まず最初 0.5 ドルということでした。これはどのぐらいなのか分かりませんが、これが普通だと思います。1942年の2月、それが1年後翌年には 0.6 ドルになりました。さらに1年後43年の12月と終戦の年の2月、1945年を見ますと12ドルに値上がりし、さらに終戦の年には240ドルになって、さらに終戦の最後の最後の瞬間には432ドルというとんでもない金額になりました。要するに戦況が悪化を極め、シンガポールには物が届かなくなって、これほど物資が欠乏していったというわけです。当時日本軍が発行していた紙幣です。さて皆さんご存知のように、1945年の8月の15日に戦争は終わりました。帝国再建に未曽有の盛断、かたじきなき大将を廃す。この新聞の内容は即日シンガポールでも同じように伝えられました。ほとんどシンガポールに対して特別のアナウンスはなかったようです。
全部この新聞記事事細かに見てみたんですが、シンガポール人について戦争に負けたことに関して何か書いてあるかなと思ったんですけどね、そういうことは特になかった。ザ・湘南新聞と書いてある現地用の、しかし日本人が発行したと思われる英語の新聞です。まあ、どう見てもそうです。天皇陛下とか書いてありますからね。ただ朝日新聞の記事には満州台湾を返還、前大戦後の太平洋島嶼もと書いてあって、8月の15日中に回路宣言に従ってシンガポールなどの島々は全て元の領有国に返還するということになったそうでした。このシンガポールの占領統治はその後イギリスが植民地を手放すきっかけになったともされ、これは一応はアジアの解放を達したと評価するという声もあるのですが、ただ最後展示コーナーの一番終わりのところにこのような、まあ、アートというんですかね、芸術作品がずらりと並んでいましたけれど、これがシンガポール人の全員の意見ということもないかとは思いますが、しかし基本的に当時の湘南と呼ばれている日本による占領統治時代はこのような捉え方がなされているようです。たくさんの人が亡くなった日本軍がこういうことをしたと、あまり自分の国をよく書いていない、まあ当たり前なんですけども、そういう展示を見て明るくない気持ちで展示館の外へ出てきたわけですが、あ、なんかこの自動販売機おかしいぞ、私はお金持ってなかったんで買えなかったんですけど、売り切れ、販売中、お願い、商品は1本ごとに取り出してください、お釣り返却、展示まで日本語で打ってあります。これどう考えても日本の自動販売機の中古品だと思うんですよね。それを持ってきたんだと思うんですが、それを改造して使っちゃうんですね。いやー、なんかね、こういう風に日本が今までやってきた、まあ、シンガポールにとっての悪いこと、それを、展示する目の前で日本の自動販売機が置いてあるっていうのはとても良かった。受付の人も大変親切でね、いろいろお話ししたんですけど、日本の方は来るんですかって聞いたら、来ます来ます、特に修学旅行の人がね、いっぱい来るんですよ。今日はちょっともうやっぱコロナの関係か少ないですけどね、そんな風に親切に対応していただきました。展示館の外にはこんな写真が飾ってありました。山下中将がここで降伏を成立させた時に日本に送られた写真だそうです。シンガポールの方は日本が当時したことをすごく悪いことで暗黒時代だったと認識しているようですが、一方で日本と、それから当時の今の日本と当時の日本はまたそれは別のものであるから別々に考えようという合理性も持って私たちのことを捉えてくれるという方が多数派なんだそうです。本当にありがたいことですよね、昔こういうことをした国としては。歩いてたね、これ脇に高い塀があって豪華な家があるんですけども、あのスクールバスみたいなのからね、子供たちが降りてきてお母さんがいるんですよ。あ、ほら人が来るよ人が来るよとか言ってるわけですが、あのしたら、あ、すいませんって私も言いました。まあ、わかります。つまりあの向こうも日本人だったんですけど、多分ですが、こう駐在員の人とかが住む家なんでしょうね。いいな、リッチなママさんたちとあの地元の、学校で楽しく健やかに過ごす子供たちって感じだ。でも日本人はこの辺では珍しいなんてこと言ってましたよ。これが近くにあるからね、いっぱいいるんじゃないのかなと思う。まああそこにも結構行く人はあのいるっていう話ですけどね、受付の話によれば日本人の人もいっぱい来ますよということでしたが、でしばらく歩いて地下鉄の駅に着きました。あそこまで地下鉄で来ることもできたみたいです。行きはタクシーに来たんですけど、まだ地下鉄があるならそれで帰ろうと思いました。シンガポールの街中心部にはラフルズプレイスというのがあって、まあ、ここがとりあえず行くんならいいかなと思い、 2.6 ドル安いですね、200円ぐらいですかね。しかしですね、現金が使えなかったんで結局タクシーで帰ることになりました。私シンガポールで1円も現金を使っていません。シンガポールドルに今まで触ったこともありません。まあしょうがないかな、タクシーは結構安いです。1000円ぐらいで街の中心部まで返してもらいました。今くぐったのはもともと通っていたマレー半島へ至る鉄道の跡です。現在シンガポールから普通鉄道は消えています。運転手さんは親切でしたが、やはり中国なまりの言葉は何を言っているのか全然わかりませんでした。そしてシンガポールのダウンタウンの今中心部まで来ています。あまりにも暑くて喉も渇きました。もう干からびそうになっていました。ヒートテックまで来てたもんですから私がバカなんですけど、スターバックスで一気飲みしてすぐに体を冷やしました。いや、見上げるシンガポールのメガロポリス、やっぱり立派なもんだ。日本による占領統治が終わり、シンガポールは植民地支配に戻りました。そしてそれから15年ほど経って1959年にシンガポールは自治権を獲得するに至ったそうです。その後しばらくしてマレーシアの一部マレー連邦に加盟するということになったんですが、ただマレー人とシンガポール人とお互いに融和させるということは結局うまくいかなくて、シンガポールは独立することを余儀なくされたそうでした。
この小さな島国を、資源も何もない国をどうやって生き残らせるか、当時の国家のトップ、リュー・クアンユーという人が相当考えまして、そして外国からの資本をここに流入させるしかないという結論に至ったようです。外国の企業や工場を多数ここに誘致して、シンガポールはそれから経済発展を続けています。これは奇跡の大発展とか、そのように認識されているそうです。マリーナ・ベイ・サンズがありますが、外国のお金をここへ流入させて、そして生き残っていくのだというシンガポールの一生懸命な姿は、この建物を見るとひしひしと伝わってくるような気がします。私がさっき泊まっていたスイートルームは多分一番左上のところだと思いますが、今はまだ掃除中のようですね。もうね、掃除が終わっててもいいんじゃないかなと思ったんですけれども、それとももう次のお客さんが入っているんでしょうか。立派なマリーナ・ベイ・サンズ、シンガポールのダウンタウンから見上げる姿は立派です。さてこちら、この歴史的な場所にトーマス・スタンフォード・ラッフルが1819年の1月の28日に立ち寄り、そしてそれからこの小さなお魚を取っていたようなシンガポールの村が、このような巨大メガロポリスに変貌する運命へと舵を切ったのであるということが書かれています。彼の上陸によって、まるでラグビーボールのような形をしていた小さなシンガポールの島は貿易の一大拠点に切り替えられ、そして様々な運命の中を転がり、現在東京に匹敵するアジアの大都市に成長したのでした。多分近代都市としての歴史は東京よりあると思われまして、これは鉄製の吊り橋ですね。そしてその奥にありますザ・フラトンホテルと書いてある、これはもともと郵便局だったんだそうです。大きな立派な建物。ぐるぐる回っている回転ドアの周りは今春節の飾り付けです。随分立派な光景。シンガポールには中国からの移民が多く寄せていました。中はもう東京中央郵便局の切手と本当にそっくりですね。同じような使い方をしています。吹き抜けの下を見れば噴水の中に鯉がたくさん泳いでいます。立派な錦鯉。水質も随分良さそうです。鯉というのは上から眺めれば綺麗だということが言われていますが、ちゃんとそれを楽しめるようにうまくデザインしてくれて大変ありがたいことです。鯉はいつもいるんでしょうか。多分そうでしょうね。しかしもうホテルには泊まりませんから、また外へ出て景色を楽しんでみました。まだこの時は観光客がこのようにたくさんいました。マーライオンはやはりシンガポールに来たら一度は見ておいた方がいいんじゃないかと思います。前は別のところにあったんですが移設されたそうです。やはりシンガポールの自慢、このダウンタウンをバックにシンガポールとしても写真を撮ってもらいたいですからね。この国はこれほどすごいところであるのだということを世界にアピールしてお客さんをいっぱい呼び込む必要があると思います。これも美味しかったですね。パッションフルーツみたいなやつが入ったね、近代的な飲み物つったらおかしいけど、まあ、最近流行りがちの飲み物ですけど、シンガポールはとにかく暑いもんですから、こういう大きな飲み物を買ってきて、あ、ちょっと大きすぎたかなと思った頃には飲み物が空になっているということが何度もありました。さて、十分にシンガポールの中心部も楽しみました。シンガポールの歴史にも触れることができました。もうそろそろ東京へ帰ろうと思います。まずはタクシーに乗って、ほんのわずかな距離ですけれど、マリーナ・ベイ・サンズのホテルに預けっぱなしであった荷物、それを受け取ってからもう一度チャンギ国際空港に帰って再度夢の時間を楽しみたいものです。いや、しかし本当にいい一日だった。これだけ濃密な旅行はありません。行ってよかったと思います。荷物も受け取ってきて、すいません、プレミアムタクシーに乗りたいんですけども、あー、わかりました、プレミアムタクシーを探してきます。ドアマンの方がですね、このように、じゃああそこにいるあの変な男、手長猿みたいなやつのところまで行ってくださいよ、すいませんけどね、案内してくれました。またベンツの S クラスですよ。もうこういうのが結構たくさん走っています。実はロールスロイスもいっぱい走ってまして、ロールスロイスのタクシーもいいなと思ったんですけども、ちょっとそれはね、残念ながら来ませんでした。1日2日滞在したシンガポール、小さな国なので1日の滞在どころでも結構長くいろんな面に触れることができまして、なんかちょっと自分はシンガポールに詳しくなったかなという気持ちで帰ることができます。私一人なんですが、まあ、なんかこうやって自分がタクシーに乗ってる光景を見て不思議ですけど、でも一応なんかまあ重役になったような感じがするかなみたいな、まあ、そんな光景でもありますかね。川張りのシート。どこの航空会社ですか。あ、シンガポール航空ですという話をしてたんですけれども、ちょっとうっかりしておりました。スクラスパッセンジャー、あ、sorry! can you turn around? Big row, very big row, is it okay? It's okay. すみません、私実はファーストクラスの客だったんですけど、最初もう一回行ってもらっていいですか？ちょっと遠いけどいいですかね？実は、ファーストクラスの利用客は、チャンギ空港に関しては、それ専用のターミナルが用意されておりまして、もう空港の入り口からして一般客とは違うということになっているのです。もちろん、ファーストクラスという言葉は私はここで使いましたが、実際にはスイートクラスの客も対象です。
空港の脇をもう一度回って、それはやっぱりせっかく乗るんだから普通の人が入るようなところじゃなくてファーストクラスの客専用のところから行きたいですよね。ファーストと書いてある矢印を左に曲がって、この小規模こじんまりとしたところから入ることになっています。お金持ちはもう人から目立つということは避けたいのです。だからこのようなこじんまりとしたところから入る。早速マスクをした受付の人が入ってきて、そしてではどうぞこちらでチェックインのお手続きをいたします。こんな椅子があってですね、専属の人が目の前に一人座って、そしてここで座りながらの搭乗手続き、こんな経験は初めてでしたよ。ファーストクラスでも今までなかったですからね。普通は立ってやるんですよ、こういうことは。そしてそのラウンジの中、動画とか撮らせていただけますか。残念ながらね、中はちょっと他のお客様がいらっしゃいますので、これちょっとご遠慮いただいていいですか。わかりました、もちろんです。チャンギ空港は普通の搭乗手続きのところも天井がすごいデザインでもうわーって感じなんですが、ファーストクラスのところはもっと違いましたね。ただ今のラウンジは搭乗手続きのラウンジですので、今出国審査をしまして、本当のシルバークリスラウンジというラウンジがすぐ目の前にあります。あの上にシルバークリスラウンジってありますよね。ところでファーストクラスの客だけはやはり専用の出国審査のところを通ることになっているんですが、すごくひっそりとしたところを通り抜けてきて、一般庶民の目にはもうほとんど触れないように配慮されているようです。そして一旦一般庶民がずらずら歩いているようなところを横切るんですが、出国を終えるともうすぐ目の前にシルバークリスラウンジの登るエスカレーターがついていて、ほとんど一般人と同じ空気を吸わなくていいように配慮されています。さすがやはり本拠地のシンガポールの方が、シンガポールスイート、その、特有のサービスを 100% 受けることができるのだなと思いました。シルバークリスラウンジ、さまざまな特急があるんですが、もちろんここにはビジネスクラス用、そしてスターアライアンス上級会員用、ファーストクラス利用者用の上に最上位に位置するファーストクラスのこのコーナーを脇へ抜けていった先のプライベートルーム、スイートの利用客専用の最上級のラウンジが用意されています。これがそのスイートの利用客用のラウンジですけど、これはラウンジというのでしょうか。入ってびっくりしましたけども、大きなキレのかかったテーブルに最初に案内してもらって、それでは今からご夕食の用意をいたします。ラウンジでは当然無料で立派な3コースのディナーが出てきます。これはジャガイモのポタージュですが、なんか普通のと違いましたね。やっぱ食べて美味しかった。それからこちらは何の肉だったか、確かラムだったな。すごい柔らかくてね、美味しかった。味もわからないワインも注文して飲みました。なんか美味しいような気がする。いつかお酒の味を覚えるということが私にもあるのでしょうか。その時にこれはもったいない体験をした、どうせなら美味しく味わっておけばよかったのにと思うかもしれません。それからロブスターを持ってきてもらいました。シンガポール航空ではロブスターのテルミドールの機内食が有名ですが、地上ではどのようなロブスターが出てくるのかと、やはりこっちも注文したわけですが、やはり本当に美味しかったです。何をとってもうまかった。あの人参ですら超最高級に美味しかったですからね。ケーキなどもたくさんありまして、それは自由に取ってきてよいとのことでした。そしてこのような申告書なども渡されて、じゃあどうぞよかったら待ってる間にお書きください。これザ・プライベートルームへの招待状です。この招待状を持っている人だけがこの中へ入ることができます。ほんと宮殿のような内装で、これなんかもう入場料取って1万円とかでこれ見学する人だけ入れてもいいんじゃないのみたいな、そんな環境でしたが、もちろんそんな人はね、入れることはできません。絶対にできません。これ電話用のスペースですけど、電話用のスペースがもうなんかね、ベッドみたいなの置いてあって、あんのこれわけがわからないと思いながら、いろんなところの写真を撮って自分で首をかしげたり一人で大笑いしていたのです。ちなみにこう見ていただいてわかると思いますが、ほとんど周りのお客さんがいません。スイートの利用客は大変少ないようで、5、6名ぐらいしか巨大なラウンジの中にはいませんでしたね。せっかくだからプライベートルームを抜け出して、普通のファーストクラスのラウンジを見てきていいですか。あ、もちろんです。お出かけくださいませ。これは普通のファーストクラスのラウンジです。これも天井が高くすごいですが、普通ファーストクラスラウンジってこんな感じなんですけどね。プライベートルームを見てしまうとね、あ、なんか椅子が普通だなとか思ってしまうんですが、これも相当すごいですよ。ファーストクラスにもほとんど人はいませんでした。もう全然ガラガラ、ガラガラであるのが価値の一つなわけです。 JR 東海も同じことを考えています。一方で春節の飾り付け真っ盛りのビジネスクラスのラウンジは大変混雑していまして、あ、今日は別に移動の需要がとても少ない日なのではなく、ファーストクラスラウンジ、さらにその上位に位置するプライベートルームはもうとんでもなく高級な空間であるから、人があまりいないように設定されているんだなと私は理解しました。それからプライベートルームにはこのようなシャワー室があります。ファーストクラスラウンジにもあります。ビジネスクラスの方にも多分あると思いますが、もういつでも好きな時にシャワーを浴びることができ、かなりたくさんありますから、順番待ちの余地はどうもなかったように思います。立派な大理石の空間、すごいシャワーでしたよ。これもまた
ここで私はなんかこんなヨレヨレのスーツ着ちゃってと自分で思いながら服を脱いでかけて、ここにね、掃除のおじさんがいて、常時もう人が何か使ったりトイレとかもそうだったんですけど、使った瞬間に掃除がなされるんですけれども、その掃除をしているおじさんがもう私をいろいろ仲良くしてくれましてね、だからあこれはちょっと汚くして出るわけにはいかないなと、特に背を引き締めていたものです。さてこれ一回これあれですね、ユニクロの一番上のヒートテックだよな、極暖というやつ。この南の島によりにもよってヒートテックの極暖か、自分がバカだと思いました。さてこの素晴らしいプライベートルームもそろそろ去らねばいけません。何かケーキなどいかがでしょうか。向こうから進めて持ってきていただきました。これはバイキングスペースに置いてあるやつなんで自分で取りに行けばいいんですけど、向こうから進めて持ってきてくれる、なんかデパートがね、外商っていうんですか、すごいお金持ちの人にデパートの方から商売に来るらしいんですけど、それを受けているような気分になりましたね。ハーブティーもそのまんま葉っぱがダイレクトに入ってましたよ。ケーキも美味しかったですよ。ただ甘いだけじゃなくてね、甘さと酸っぱさが見事に調和しているケーキ。こういうところに出てくるのはどれも一流ですが、もう去って、そしてまた次の一流の空間を目指さなければいけません。プライベートルームを出てしばらくは普通の人と同じように歩きます。搭乗口までは特別のルートが用意されているということはありません。そして搭乗の前に、これがチャンギ空港の特徴なんですけれども、必ず全員が飛行機に乗る直前に保安検査を受けるということになっています。だから保安検査の優先レーンとか特になかったですけれど、でも保安検査のレーンがそもそもたくさんありましたので、待つということもほとんどなかったですね。左側、世界最大の旅客機 A380 型だけにスイートクラスの用意があります。スイートのお客さんは本日私を含めて2名でした。もちろんビジネス、プレミアムエコノミー、エコノミーの方は長蛇の行列になっていたと思います。真っ先にスイートから案内が始まりました。そしてやはり今回もビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エコノミークラスの案内はスイートの後ずいぶん遅れて始まったようで、他のクラスの人を姿を見ることは全くありませんでした。2階に続く上がっていくボーディングブリッジ、乗り込んだら早速ウェルカムオンボードまた迎えていただきました。よろしくお願いいたします。すいません、こういうわけで動画撮ってるんですけどよろしいでしょうか。あ、どうぞどうぞ、どんどん撮ってください。記念写真、これは実は降りる時に撮ったやつなんですけども、この2人の方に特にお世話になりました。誠にありがとうございました。行きのフライトでしっかりスイートの勝手を理解したつもりです。だから帰りはスマートに帰ろうと思います。自分でロッカーの中に荷物を入れて閉めておきました。スリッパなど行きの時には取り出していただきましたが、それぐらいは自分でやろうと思いました。オレンジジュースをいただいたんですが、絞りかすっていうんですかね、もうちょっと美味しそうな表現をするとパルプっていうかな、それが入ったフレッシュオレンジジュース。それでは着陸の前に朝ごはんとして機内食をお持ちするのと、離陸した後にお食事をお持ちするのと、どちらがよろしいでしょうか。あ、そうですね、では着陸の前にお願いします。私は英語力が拙いですから。シンガポール航空のアテンダントさんもきちんと繰り返し繰り返し確認を取ってくれました。これはすごく大事なことです。今は英語あんまり得意ではありませんと最初にアナウンスしておきました。向こうも向こうで、いえお上手ですよと返してくれました。これチャンネル登録者数はどのぐらいおられるんですか聞かれました。だいたい3、40万人で、この動画は多分アミリオンの再生になると思いますね。あ、じゃあ私たちは日本で有名になるんですかね。あ、多分なると思います。ははははとお答えしておきました。視聴者の皆さん、たくさん再生していただいておりますことを願います。で、またパジャマが届きました。S サイズがいいと思いますよと言われました。私は行きのフライトで見栄を張って M サイズと注文しましたが、どうも私ぐらいの体格ですと S を勧められるようです。今度はもう見栄を張らず、あ、わかりました、じゃあ S でお願いします。実際これはぴったりでした。これは何を探しているのかと、あの着替え用のパタンと取り出すやつです。これはね、あのお隣のトイレにあったんですけども、こっちもあったのかな。まあ結局どうせこんな綺麗なトイレだし、もう私以外誰もこのトイレには入ってないんだから、自分で普通に脱げばいいじゃないかということになりました。これ広い、広いですね。これ広さを表現するための踊りでございます。大変申し訳ございません。本日シンガポール発東京行きの搭乗客はお兄さんが1名でした。なお、ただいまテナガザルがユニクロヒートテックの極暖を畳んでいるところです。その後、これは確かインドネシアで買ったやつだったと思うんですが、歯の隙間の汚れはちゃんと落としておこうと思いまして、これ糸ようじでね、あの歯を掃除しているシーンなんですけども、そんなの YouTube に載せる人あんまりいないと思いますが、やっぱ歯に物が挟まってるスイートの乗客が嫌じゃないですか。これ今日使った座席は3番の F 席なんですが、他の座席、例えば2番とか1番とかと違いまして、隣とつなげてダブルベッドにすることはできないようになっています。
今回はねシングルの利用を皆さんに紹介できればと思いまして 3F の座席を選択しております。またおしぼりを持ってきていただきました。それからこの赤い服を着た方はチーフパーサーさんです。つまり一番偉いキャビンアテンダントさんということです。今回のフライトは東京まで何時間、このようなルートになっております。どうぞお楽しみください。そしてチーフパーサーさんが結局私にスリッパを出してくださいました。やはり自分で何かするということは許されていないようです。これはいい意味で言っております。5時間55分ですよ。ちょっと短いね。偏西風が今日だけはね逆向きに吹いてくれればいいんですが、地球の自転が逆向きになっても今なら構わないですよと言いたいところなんです。まあそうするとね、多分東京までの飛行時間が7時間ぐらいに伸びてくれると思うんですが、ところがね、私今回3番の F を利用してたんですけど、もし2番にお移りになったらばダブルベッドを作れますけどどうですかとわざわざシンガポール航空の方からお勧めいただきました。まあ、しかしせっかくなんで、そっちはまあ空いてるのは分かったけど、まあ私もここが好きだし、それから向こうに行って私のいびきがうるさくなったりしても悪いから、まあここら辺を使わせてもらいますよという話をしました。そして結局今回私の席とそれからもう一つお隣の席にベッドを用意していただきまして、ダブルベッドにするということはせず、今回は2部屋使うという別の楽しみ方になりました。つまりこの3番の F 席はリビングルームとして使い、お隣の2番の F 席をベッドルームとして使うということです。これは楽ですけどすごい使い方だ。シンガポール航空の安全ビデオ、何度も何度も見させられる綺麗な映像、これを見てるとなんかだんだんねシンガポールへの愛着が湧いてくるんですよ。いや楽しかったですね。シンガポールという国をちょっとは知ることができたかな、そんな風に思います。YouTuber のドリチソさんという方がおられまして、ずっとシンガポールにばっかり行ってる方なんですけど、そのシンガポールばっか行くのかと思って見てたんですが、確かにねずっとシンガポールに行ってると意外とここは見どころがあって面白いかもしれないなと思いました。前方に滑走路がまっすぐ伸びているのが見えます。東京までの飛行時間、離陸後5時間55分ですよ。いやー短すぎるよね。別に誰も東京へ着いてくれなんて頼んでないんだけどな。そんなことを頼んでいる多分私はこのシンガポール航空の638便に乗っているただ一人の乗客だと思います。もう一人乗られているお兄さんですが、どうも彼はプライベートルームを使ってはいなかったようでした。結構時間ギリギリとかに来たんじゃないですかね。わざわざラウンジを使うまでもない。そして特にスイートで何か機内食を食べるとかそういうことも期待していないようでした。おそらく本当に日常的にスイートを利用しているようなお客さんだったんだろうと思います。シンガポールは面白かったです。すごく豪華なもの、豪華なものを出せといえばいくらでも出てくるような国でした。お金がある人ってそんなに普通はたくさんいませんから、だからお金持ちが仮に何かお金持ち向けのサービスを利用しようとしたとしてもね、普段東京に住んでいてなかなかそういうものに触れる機会はないんですよ。お金を持っていたとしてもね、シンガポールは頼めば頼むほど豪華なもの、ラグジュアリーなものが出てくるという随分不思議な環境でした。お金を持っている人に最大限の贅沢をしてもらって、そしてシンガポールという国を豊かにしていきたい、国の政策もひしひしと感じられるようなそんな旅行になりました。シンガポール航空が世界最高とされるサービスを提供していて、スイートというまたとんでもない私たちの想像のはるか上を行くような豪華な客室を設定しているのも、おそらくこういった理由があるのではないかと私は思っています。赤道直下の南の島のアジアの小さな国の今回は本気を見ることができました。誠に面白い旅でした。眼下にシンガポールの街並みが見えます、まあ、見えるんですが、左側に座っておけば多分マリーナベイサンズとかも見えたんでしょうね。どっちがダウンタウン側ですかと聞いたんですが、フライトによって違うんですよねということで、右とも左とも何とも言えないのだそうでした。
ダウンタウン側を見ることはできませんでしたが、進行方向の右下方向に大量の船がシンガポール港への出入りをしているのが見えました。世界第2の港、そこへ出入りする船は夜間でもまばゆく輝いています。夜だから輝かなきゃいけないんだと思うんですけどね。空港もこのように光っていて相当大きいことがわかります。こんな小さな国にこんなに立派な大きな空港があるなんて本当にすごいなと思います。シンガポール航空はヨーロッパとオーストラリアを結ぶルートの途中にちょうどシンガポールが位置していることを利用して乗り継ぎ利用を推奨しているようで、それがかなり普及しているんだそうです。離陸に際して暗くなっていた照明が明るくなりました。今から機内サービスが始まります。もっとも私はすぐにそれを受けるということはあまりありません。ではご案内をされまして隣の部屋に移ると、もうすでにベッドが用意されていました。ここで眠って、そしてまた私が座席に座りたくなったら立って後ろの席へ移ればいいというわけです。早速ベルトを伸ばして眠ることにしました。やっぱり、ね、私寝台車をずっと利用していた経験から、もうその時からね、私はそうなんですけど、こういう夜間にベッドで眠るということがある時、もったいなくて眠れないという人もいるんですが、私はやはりその最高の寝心地、夜に眠るという楽しさ、楽しい旅を味わうためにしっかりと眠ることにしております。ただし睡眠時間はそれほど長くはありません。短いフライトでしたので3時間ほどにコンコンコンノックをされて、グッモーニング、あ、おはようございます、すみません、起きることになりました。ここはもうバチッと目覚めました。飛行機の中はちょっと寒かったですが、まあこの格好でも十分かと思いました。ちょっとこれペラペラのパジャマですからね、毛布をかけているとちょうどいいんですけども、上に何か羽織った方がいいのかもしれません。まあそういうの多分頼めばいくらでも持ってきてくれたと思いますが、もうめんどくさいのでこのまま食べることにしました。よくお休みになりましたか？はい、もちろんでございます。それは良かったですよ。そんな敬語は知りませんけども、英語の敬語を私は使うことはあまり得意ではありませんが、まあ、しかし私の気持ちは多分向こうにお伝えできただろうと思っています。私は始終ペコペコすることにしていました。またオレンジジュースを注文しました。やっぱり立派な絞りカスが入っています。奥で次々準備がなされているのが見えます。この今水をお持ちいただいているキャビンアテンダントさんですが、私が後で食べ物をこぼしてしまったので、すみません、ちょっと布巾を持ってきていただきたいんですけどよろしいですか？ディファネイトリーと言われました。ディファネイトリーというのはもちろんでございますという意味だと思うんですが、まあ、これは明らかにとか本当はそういう意味で使うような言葉なんですよね。これ人に使うこともあるんだと、まあ、日常会話でディファネイトリーって言うこともあるらしいんですけど、初めてそれを使っているのを見ました。すごいハツラツとした方でね、野球部の監督になったみたいですよ。あの野球部員にハツラツとおはようございますって挨拶をされるような感じでも、すごい親しみがあってね、それがまたすごい接客のプロが集まっているなと思いました。それでは飲み物、何か温かい紅茶などいかがでしょうか？いやいや、もうこれがあるんで十分です。ではどうぞ懐石御膳をお楽しみください。ただいまの時刻、日本時間で午前4時41分となっています。いや違う、シンガポール時間で4時41分かな、日本時間で朝の5時40分ということですね。これがシンガポール流の日本食ということですが、ちゃんと日本の味がしています。ただこれはよくよく聞いてみると冷凍で用意されているということでした。多分日本で作ったものを冷凍してシンガポールに持ってきているんじゃないかなと思います。もしかしたらシンガポールで作って冷凍して飛行機に積み込んでいるのかもしれませんが、これは数の子ですね。ちゃんとね、出汁の味がしっかりしたんですよ。しっかりした出汁の味っていうのがやっぱり日本食にとっては大事だなと思ってるんですけど、多分シンガポールで、まあ、特に飛行機の中で出汁取るなんてこともできませんしね、こういうものを用意するにはどうしたら、やっぱり冷凍してちゃんとした味を日本人の口に合うものを出すっていうことをよく考えてくれてるんでしょうね。すごい気の利いた和食だなと思いました。さて飛行機は今もうすでに沖縄県赤月の空は、この旅がもう間もなく終わってしまうということを私にはっきりと理解させ、そしてとても名残惜しく感じさせるものでした。DWG のカモミールティーを注文しました。飛行機が最後降りるときにトイレに行きたい、そんな気持ちで旅を終えるのだけはごめんだと思ったから、カフェインのないものにしたのです。さて持ってきていただきました、これはシンガポール航空名物のロブスターのテルミドール。事前予約制となっていて一番人気の機内食となっています。私のチャンネルで過去に3度もご紹介しました。今度が4度目の紹介です。なおこのロブスターのテルミドールは完全にどう見ても洋食ですが、私は和食を注文しましたので、シンガポール航空の方もちょっと困惑されるんじゃないかなと思ってね、事前に言っておきました。和食を私はお願いしたいんですけど、メインだけはロブスターでお願いします。日本人はね、和食と洋食のコンビネーションは結構得意なんですよ。皆さん全然疑問に感じることもなく、はい、ロブスターでございます、親切に対応してくださいました。20分早まりました。午前7時10分。
成田の気温今-1度、-1度寒くないか。ずっとシンガポールらしいラグジュアリーなサービスを受け続け、心も完全にシンガポールの気分になっていましたので、もはや日本がもう冬の真っ只中にあるということすら忘れてしまっていたのです。いや寒いな、シンガポールは35度とかそれぐらいありましたからね、暑い時は。今アナウンスが終わってもう一度インフォメーションを確認できるようになりましたけれど、下を見てみるとただいまのスピード1203キロと書いてあります。機長からもアナウンスがあったんですが、今飛行機はジェット気流に乗ってとんでもなく速く飛んでいます。多分私の人生で一番速い速度だったでしょう。ちょうどここで着陸の30分ほど前に美しい朝日が昇ってきました。大きな4発のエンジンに押されて時速1200キロで東京へ大急ぎの旅を続け、そして太陽もその後ようやく今追ってきたところです。太陽がこちらへ光を差し込んで、もう朝ですよ、今回の旅はいかがでしたかとなんだか話しかけられたような気がします。心も全部オレンジ色に染まりました。今回の旅はね、本当に一言で言って夢の時間でしたね。まさに夢でした。世の中にこんな空間があるのかということも驚いたし、それから自分が動画を今作っていても本当に自分がこの中に立ち入ったということがまだ信じられないぐらいです。きっと世の中にはまだまだこういったとんでもない度を越した豪華な信じられないようなものが存在するんでしょう。まあ、豪華なものもそれから豪華でないものも一様に素晴らしいと思いますが、しかし今回は普段なかなか経験しない極めて珍しい世界に立ち入ったということは確かです。これはまさに定義通り日常生活ではお目にかかるのことのない夢の場所であったと言っていいでしょう。前方に見えているあの景色は多分伊豆大島ではないかと思うんですが、三原山のように見えませんか。こちら側に見えているこの陸地は何でしょうね。Okay, this is the captain again. Your ostensible tour guide, passengers on the left-hand side, if you got your window shades, which should be up, you can see Mount Fuji. It's a beautifully clear day. Mount Fuji on the left.あの島が何だったのかもう私はすっかり忘れてしまいましたが、ともかくこちらに見えているのはまごうことなき美しい最高に素晴らしい富士山です。朝のこの早い時間富士山は霞んでいましたが、それでもしっかり見ることができました。機長がキャビンアテンダントさんの日本語放送の間に割り込んで、今皆さんどうぞ左側をご覧ください、マウント富士が姿を現しています、美しい、本当に本当に美しいですよ、こんな感じのアナウンスをしててね、機長が自ら感動しながらのアナウンス。よかった、仕事で日本に来られるような方も感激をして声を漏らすほど、それぐらい素晴らしい名物が日本にあるのだということを最後に確認することができました。シンガポールは大変素晴らしいところでした。しかし日本も大変素晴らしいところだと思います。これからしばらくの間国境を越えることはないと思います。視聴者の皆さんには日本の魅力を余すことなく、シンガポールの人も日本の人も楽しんでもらえるように、これ以上ない日本の様子をまだまだ皆さんに伝えていける余地がきっとあるだろうと思いました。日本に着陸した後もまた動画投稿を頑張ろうと思いました。視聴者の皆さん、こういった夢の世界へはなかなかさすがに立ち入ることはありませんが、ぜひいろんなところにきっとさまざまな世界がありますから、いろいろ興味を持っていただければ大変幸いでございます。表記はゆったり揺れるかもしれませんという放送がありましたが、ちっとも揺れることはなく大変穏やかに予定通り成田空港に着陸します。本当に面白い旅だった、もう終わっちゃうのが残念、もう一回行きたいなと思いました。もう一回行くことはそう簡単ではありませんが、それほど楽しかったと思える旅行は正直久々でした。4発のエンジンが重く低い音を立てます。飛行機をゆっくりゆっくり止めてくれます。余裕のある響き。エアバス A380 という飛行機、超大型の飛行機に乗ったということも私にとっては一つの大きな出来事であるはずですが、しかしそのことも今回スイートという極端に大きな部屋、もはや座席ではなく部屋、そんなものによってあまり気にならなくなっていました。この A380 という飛行機も客室の設備としてはかなりスペースに余裕があるだけでなく、気密性なども高く、フライトとしての乗り心地も極めていいのだそうです。大きな2階建ての飛行機のシルエットが最後に滑走路に移り、そして、あ、自分は今こんなに大きなものに乗っていたのだと改めて認識することになりました。It's been our pleasure serving you on this flight.
Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance.皆様、成田国際空港に着陸いたしました。それと着用の際が消えますまではお座席にお座りのままお待ちください。通常の物入れは飛行機が完全に停止してからお気をつけておいてください。なお、お忘れ物のございませんようご確認ください。皆様、ご搭乗ありがとうございました。この次もどうぞ、スターライアンスメンバー、シンガポール航空をご利用くださいますよう、乗務員一同心よりお待ちしております。今回のスイートクラスの往復運賃は96万円でした。安いですよね、これ。普通のファーストクラスと比べても安い。なんならシンガポール航空のファーストクラスとほとんど値段が変わっていません。驚きの価格です。しかし、このようにコストパフォーマンスに優れるサービスを提供しようという航空会社は続々と出ています。日航グループのジップエアの LCC は、コストパフォーマンスに優れるビジネスクラス、それから非常に快適なエコノミークラスを用意していると聞いています。シンガポール航空もまた、きっと今後さらに優れた他社を寄せ付けない圧倒的なハイクオリティのラグジュアリーサービスを続けていくだろうと期待しています。その時はきっとまた乗せていただくことになるでしょう。ビジネスのお客はいつになったら来るんだ。もう来てもいい頃だと思うんですけど、なんで私はこんな早く降れるんでしょう。380、かっこいいですね。はい。This is a message for every crew of Singapore Airlines 638 flight. Thank you for your hospitality and I'm looking forward to next time very much. ありがとうございました。一応シンガポール航空の皆さんにもこうしてメッセージをお伝えすることができたかと思います。あと、Thank you for your watching my video. こんな感じでいいかと思います。皆さん多分有名になったと思います。さて、成田空港に到着して最後に預けていた手荷物を受け取りました。これは行きのフライトで、もらったパジャマ、それをとりあえず受託手荷物として預けておいたんですけども、これはですね、スイートクラスの人にはスイートっていうタグがつくん。私こういうの全部捨てちゃうんですけど、ただこのスイートのタグだけはさすがに取っておきました。スターアライアンススイートですよ。この後私はタクシーで横浜国立大学へ向かいました。実はこの日2月の6日だったと思いますが、この日は私にとって人生で最後の期末試験があったのです。別に電車で行ってもよかったんですが、まあスイートで行ったんで、最後はブルジョアっぽくタクシーで行こうかなと。大学まですごい金額がかかりましたけれども、タクシーで向かいました。なおこの時は英語の試験があったんですが、全く勉強はしていませんでした。ちゃんと得点できるか大変不安でしたが、全く問題なく得点できました。それは今回シンガポールで多数の英語に触れたからです。帰りのフライトで私の英語力は確実に上昇していました。人生の最後に大変効果的な試験勉強ができたことを大変嬉しく思います。シンガポールでお世話になった皆さん、誠にありがとうございました。そして視聴者の皆さん、長い動画のご視聴誠にありがとうございました。今回の動画には大変手間をかけて作っておりますので、皆さんが最後に見てくださったことを本当に嬉しく思います。